もとでですけど、そういう恋の方はちょっと、まあ、付け足しっていうかちょっと薄いなっていう、そっちを期待するとちょっとあれなんだけども、まあでも別の意味でもっといいもの得られるものがあるんで、あれなんですけど、まあ、男の人はまあ懐深い感じだったんで、結局はあんな人が本当にいたらいいかあんな懐深くみたいな本当に理想だと思います、働く女性からしたら、うん、私もほとんど一緒なんですけれども、このタイトルの恋と皆さんの作り方って、恋っていう風に最初に歌っているのに、その恋愛があまり出てこないみたいな感じが、うん、なんかイメージと違うなっていうのが一番で、あと、うん、今起きた後も脚本って書いてあるんですけど、あれがものすごくヒットしたので、ああいうようなものをなんか思い描いてみると、あれちょっと違うかもって思っちゃうと思うんですよね。あまりそういう先入観とかない方が楽しめると思います。私は自分の仕事仲間に見てもらいたいですね。やっぱり一緒に一つのものを作るのっていうのが、すごく楽しいっていうのを体当たりでやるのが、やっぱりすごい仕事って面白いんだよっていうのを、なんかもう一回みんなで見たいなと思います。あの、仕事頑張ってるんだけど、空回りしちゃってうまくいかない人、あと男の人彼女が仕事ばっかりで、もしかして浮気してんじゃないかとか思ってたら、女性だって大変なんだよっていうのを少し理解して、今はこういう時代なんだよっていうのをちょっと分かってほしい。おっしゃってたみたいに、なんか、ね、見る年代によってなんだから、昔なんか一時代築いたそういうクリス・フォードとかいうプライド持ってる人が、もう一回なんか見るとまた違ったものがあるのかなって、そういう人の意見とか聞いてみた。全然男の人でもいける。そうだよね。そう。なんか私割と見た後も男の人にも勧めてたんですよね。単純にすごく笑えたんですよね。あの、あの、運転用みたいな感じで、もう結構爆笑を受けて、あの、さっき出たのは、体当たりとか成功、協力、不器用、希望、夢を追う、元気になる、犠牲とかですね。まあでも本当に、元気になるっていうのが結構、これね、使ってますね、ビタミン。これ結構ね、この辺に。イメージしやすい。店員さんが書いて、店員さんが集めてる感じのは絶対やっぱ信頼できる感じがします。はいはいはい。吹き出しとかでなんかあるとちょっと読んじゃう。読みますよね。口コミ的な要素がすごく大事かな。ラブコメっていうと多分概念くんですけど、コメディとかの得意なのかな。そうそうか。ワーキングコメディとか、その仕事テーマにしたコメディみたいなちょっとくくりがあると、男の人って受かりやすいのかなと思うし、女の人もやっぱ働いてるっていう意味で受かりやすい。あんまり私が個人的にやっぱり恋愛の見ないので、逆にそういうところの方が気になるっていうか。確かにラブってつくともう女って感じですね。そうですね。ワーキングコメディってすごいいいな。でもそうですね。これ分かりやすい。すべての働き。男の人に男の人ってどういうのを見るんでしょうね。そうね、私も見ますよね。私の周りの男の人って結構ベタベタの恋愛ドラマとか見たりとかするから。そうですね、男の人ってなんかリアルな恋愛よりちょっとファンタジーの恋愛を見るようなの、ちょっとこれやりすぎなんじゃないのっていうようなのなんか女より男の方がね。確かに。だからね、そう。おじさんとかがね、会社でね、なんか上司になった時なんかね、参考にしてみたらっていう。そうですね。そういう勧め方ができる、なんかあれがあれば。部下の上司に勧めてみたら面白かったみたいな。この人目線で。この人目線で。マイクロネットカードを一個作る。そうですね。ありがとうございます。これでね、会社のコミュニケーションに出たい。あ、そうですね。絶対こっちのコメントが男性から求めるかったら男性の気持ちです。バイハリソン・フォードみたいな。
か逆にですよね、多分ラブコメディを見ない女の人も、あ、そういう話なんだみたいな、そうですね、なんかコテコテのなんかこうラブストーリーじゃないっていう方が逆に見る人も、そうですね、思いますね、角度が増えると、ね、ワーキングコメディとかの表現とか、ね、部下の女子に勧めたいみたいな、ね、それでいいですね、おっちゃんが、うん、次の日ね、あれ見たかった逆にそれでなんかギクシャクみたいなことなろうとしてる、いや、ゆりと私とかすごいゆりと今ってこれ結構ベースカラー水色とピンクでもすごいそれもピンクだし、白白白はですね、ピンクはやっぱり可愛いですよね、すごく目立ちますね、白地が、青空も朝の番組っていう感じだったんですよ、映画の時と変えたんですよ、そのシスカとこうレイチェル・マカダムズが弾けてるような感じにして、映画の時はこう足に任せてみたいなやつだったんですね、プレスの表紙がそうだこれだ、はもう全然こっちの方が可愛い、うん、うん、この魅力的な感じがやっぱり、うん、ガイドラインがあって、はい、これを入れなきゃいけないとか、どんどん使えるビジュアルはある程度決まってはいるんですけど、はい、パッケージを見るだけだと、ハリソン・フォードとダイアン・キートンがキャスターなのは分かるんですけど、リチェル・マカーダムズがどの役なのかっていうのがわからないんですよ、そうですね、なんでプロデューサーっぽい役っていうのをわかるようにしたいですよね、この辺もプロデューサーっぽいですね、恋も仕事もうまくいかない時もある、それでも走り続けなきゃいけない女性によくワーキングコメディがちょっとまくりましたそれでも走り続けなきゃいけない、最初の頃の出だしが自分すごい頑張って33年間ずっと働いてたのに、13年働いてたのに解雇されたじゃないですか、それって自分が悪いわけじゃないけど、でも進まなきゃいけない、落ち込んでなんないってちょっと外的な要因から落とされても、はい、前に進まなきゃいけないみたいな、私がプロデューサー、恋も仕事も諦めない、すごいストレートですね、わかりやすい、恋に仕事に悩んでる社会人必見、ポジティブインパクトを出すかなと、もう女の人っていうのは社会人、社会人落ち込んでなんていられないって言ってみたいな感じで、まあちょっと細いところは裏とか見たみたいな、元気になるみたいな、人生の天気にとかそんな感じで、どんな時に言ってくださいみたいな、なるほど、一応まとめた感じ、素晴らしい、こんな感じだ、なんか皆さんの足して足してるけどいいと思いますよ、どうでしょうか、まとめておたりはこれをちょっとどこまで採用していただけるかは最終お任せして店頭で全然足してないことごとくしたいよ言ったんですけど、あの東京女子でもおすすめシール貼っていただいて、パッケージに全国デビューです。ちょっとこれ恥ずかしい。言ってください。私部員だから。